はいどうも皆さんこんにちは。今回はスパイダーマンファーフロムホーム以降の MCU のフェーズ4の敵について見ていきたいと思います。今回お話しするリーク情報というのはスパイダーマンファーフロムホームのテスト上映を見た人からのものです。もちろんスパイダーマンファーフロムホームの映画はまだ公開されていないので、ネタバレを見たくないという方はこの動画を止めて他の動画から見てみてください。このようなテスト上映をすでに見たと思われる人からの投稿などはいくつかあるようですけれども、その中でも今回はグレース・ランドルフが投稿したものについて見ていきたいと思います。その投稿によるとオズコープ社が登場するようです。そして来月というふうにも書かれていますが、この来月というのは約1ヶ月後にファーフォルムホームが公開されるので、そのことだと思います。スパイダーマンでオズコープ社が登場するということはノーマン・オズボーンなしには語れませんよね。ノーマン・オズボーンはスパイダーマンの宿敵としても知られているグリーン・ゴブリンです。これまでの映画では2002年に公開されたトビー・マグワイアが演じるスパイダーマンシリーズの第1作目でグリーン・ゴブリンが登場しました。トム・ホランドが演じるスパイダーマンシリーズでは3作目も作られるようなので、そこで敵としてグリーン・ゴブリンが登場することが予想できます。またロジャー・ウォーデルという人のツイッターによると、今後サンダーボルツの映画が公開されると言っています。このロジャー・ウォーデルが誰なのかということは分かっていませんが、この人はアベンジャーズエンドゲームが公開されるずっと前の去年からエンドゲームについての情報というのを公開していて、その情報というのは 100% 正しいものでした。それ以外にもこのロジャー・ウォーデルというアカウントはいろいろな情報を発信していて、今のところその全てが正しい情報です。おそらくこのアカウントはマーベルの映画の関係者か何かかもしれません。それなのでこのアカウントが発信している情報はかなり信頼できると思います。話が少し逸れてしまいましたが、ノーマン・オズボーンはこのサンダーボルツのリーダーでもあります。それ以外にはノーマン・オズボーンというとダークアベンジャーズを思い浮かべる人もいるかもしれません。ノーマン・オズボーンはこれまでダークアベンジャーズの一員であったこともあって、その時はグリーン・ゴブリンではなくてアイアン・パトリオットとして活動していました。もちろんノーマン・オズボーンはこれまでのトム・ホランドが演じたスパイダーマンシリーズには登場していませんが、ホームカミングでバルチャーたちにはあるバイヤーがいるということが分かりましたが、そのバイヤーが誰なのかということは分かっていませんでした。そしてアントマン&ザ・ワスプに登場したソニー・バーチという男にもバイヤーがいましたが、そのバイヤーも正体は分かりませんでした。このようなこれまでは登場しませんでしたが、裏にはオズコープがいつもいたのかもしれません。今回はスパイダーマンファーフォルムホーム以降の MCU のフェーズ4での敵について見ていきましたが、皆さんはこのノーマン・オズボーンについてはどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。